藤井清水彗星家、藤井清水妃、藤井清水は日本の作曲家、同様作曲家、民謡研究家、広島県秋群野木山村出身、生涯に約1900曲も作曲、編曲しながらあまり世に知られることのなかった人である。後に日本民謡体幹の元となる民謡の財布をたくさん行い、民謡の楽譜化に力を尽くして、 日本民謡の音楽的研究の推進に多大な貢献をした。医師として由緒ある家の産男として生を受けた。幼い頃から三味線の音を聞き分け、調子を合わせることができたという。焼山尋常小学校、呉れ高等小学校を経て、福山中学校で学んだ。音楽学校進学を志した。清水だが、最初の受験には失敗し、1911年。 東京音楽院受験科に入学する。そこで、近藤演立と知り合い、親しくなって、行動を共にするようになっていった。1912年4月、清水と近藤演立は揃って、東京音楽学校講師範科に入学した。福岡県小倉市に転居し、小倉高等女学校、福岡県京都高等女学校の音楽担任を歴任した後、 死が品人に招かれ、兵庫県伊丹市に転居、大阪市立北市民館に勤務する。この間、宝塚歌劇に依頼され、チンギス汗や、灯籠大臣、平重平などを作曲した。同様運動で1919 19年創刊された、金の船でも作品を発表して活躍。また、山田工作に推薦され、1920年から、瀬能楽譜として、 各曲をいくつも出版している。1921年、志賀館長と藤清水、老曲師、宮川松安に遅れて上坂してきた、近藤園律を加え、落老園導人を設立する。1922年、野口宇城が下半してきた際、導人設立の趣旨に同意して、その導人となった。落老曲という新しいスタイルの曲を作詞作曲し、 演奏して回っていたが、それはやがて成長を発展し、1924年4月、芸術教育協会が設立されるに至る。ドイツでレコーディングした港のしぐれが逆輸入され一世を風靡。また1928年1月、仏教音楽協会の成立に力を貸し、仏教音楽の研究や新仏教音楽の創作にも力を注いだ。同年8月、 日本民謡協会の設立にも参加し、理事に就任している赤坂コ梅を世に出したことでも知られる。1939年から町田啓生と共同で全国の民謡財布に着手し、1941年からは共に NHK の食卓となって財布を続けた。その活動は日本民謡体感という形で後に出版されるが、彼は その出版を見ることなく、1944年3月25日、長年展のため東京で死去した。55歳。呉市の中央公園内には、彼の功績を称える石踏みが1961年に設置された。また、彼の成果が呉市焼山に存在していたが2018年に解体される。同様の作曲に関して言えば、 民謡やわらべ歌を基盤とした極めて民族色の濃い作品が昇華スタイルをベースとした音楽感覚に醸成されつつあった当時の日本人にあまり受け入れられなかったとも言われる。小島よし子は他のどの作曲家の同様よりも段違いに同様本来のあるべき姿に近づいていたと評価している。藤井の作品分析は小島の著書、同様運動の歴史的意義。 音楽教育研究、日本同様音楽史に詳しい。クレシカの作曲やクレシリツ昭和西師学校科の作曲、作詞も行っている。野口友情の詩をつけた同様の足柄山は、聖火のある焼山において17時に流れる物悲しい曲として広く知られている。また、 この曲と金太郎をモチーフそして出生地に由来した広島県呉市昭和地区のゆるキャラが考案され、そのゆるキャラの名前は藤井清水の清水にちなんで清民と命名されている。港のしぐれ磯原節主義の声つちなげ歌、犬山温度九州古歌くれ古歌白きてに、河原の竜佐戸ヶ島篠田のヤブ足柄さん、両館様なが、 先、明山の呉市昭和市民センターの正午の時報のメロディーで使われていた。呉市内の一部の小学校の運動会では学年全体の踊りとして種目に取り入れられていた。ありがとうございます。